ロックマンエグゼ2やっていきたいなと思います。はい、皆さんこんにちは、赤い魔導士と申します。今回は、ロックマンエグゼ2というゲームを実況プレイしていきたいなと思います。まあ、前回ね、初代、クリアいたしまして、次は2ということで、で、2は、僕がやっている数少ない、やったことがある、ロックマンエグゼシリーズなんですけれども、正直、20年前かな、だし、とある2つのチップのおかげで、他の記憶がほとんど薄れてるんで、ほとんど、ね、初見みたいな感じでやっていきたいなと思います。では、始めていきましょう。お。ついに、研究の最終段階に、段階が入ってない。入りました。ずいぶん、時間かかったな。またワイギアだっけ？でもワイギー見た気がしないけどな、申し訳せん。お、え、なんとか遅れだ、嘘、厳しい。ともかく、実行せよ。では、我々、ワードスリーと同じ、世界征服、ワードスリーとは別なんや。愚か者、ワードスリーごとき、甘い、我が〇〇をするな、万のことがわからへん。プロジェクト、開始せよ。は。現在して秋原省、終業式の朝。確かこれ、おお、今日は間に合ったね。おお。もうちょっと早く起きれば飲みにできるのにね。夜更かしはしたくなるわ。ロックマンに言われなくて分かってるよ。はいはい、それより。今日で学校終わり。休み楽しみだな。通知、あったな。でも小学校の卒業ってそんなに、×ま、三角丸ぐらいじゃなかったっけ？任しとけって。ほんとかな？いいや。ねえ、みんなも休みの話で盛り上がってるみたいだよ。おお。なんか。どうも、アメイル、おはよう。さっき出川がネットのこと呼んでたよ。またただ、そういえばなんだけど、そうか、チップはない、最初か、初期やんな、そうやな。ペットの、プラスをしてサブガンに入ると、E メールを読んだり、ほう。それと、L を、これ、おーと、っていうことか。ワード3事件以降減っていたコンピュータウイルスが、この頃再び増えています。ウイルスに電子機器が侵されると、故障や事故の原因となります。はい。この度に僕ら使ってる携帯端末ペットについて書いてある方。いや。できるのか。バグにできる次だが今そんな気分じゃなかった。すいません。レッドドクマン仲良く、良さげだね。僕その日自分の涙仲良くしたいな。そういえばさ、他のコーラは、個性豊かなナビ、手に入れ、どうやって手に入れ、作れんの？バトルチップなんか落ちてることがあるよ。でもここにはないな、ないんかい。これ多分夏休みなんだよね、確か。よいやいと。どうあなた、私のコレクションの、めんどくさい。今私がハマってるのはセンス集め。はいはい。扇の形に込められたアートっていうのかしら。はい。重量階級。上流階級だよ。重量。ごめん。上流階級だけに許された、わびさびの世界。個人的には、わかんないです。でしょうね。ちなみに、わかる。無理しな、くそ、腹立つ。オス、出川。オンネット。今日学校あったらみんなインターネットしようぜ。ほう。詳しいことはまた後で話すから。楽しみにしてるような。なんか言ってくれよ。はい、聖者来るぜ。すごいな、世界救ったはずなのにな。なんかすごい軽めやんね。おはようございます。いよいよ明日から。何先生やったっけな。ユリコ、もういいや。双子の人がいるっていう情報だけは覚えてんねんけど。わーす。みんなどんなことして過ごすのかな？おじいちゃんに遊びに行きます。軽く世界一周。世界一周さ、どんぐらいかかんねやろ。みんな予定が盛りだくさんでいいわね。でも勉強忘れちゃダメよと。はーい。じゃあみんなのお待ちかね、辻を配ります。ええー、って。
ええー、って言ってるじゃないか。はい。で、みんなお休みを楽しんで。でも、怪我と病気には気をつけなきゃダメよ。さらにネットは、まあ、気がしそうやしな。はーい。はい。光くん、デカくんは元気がなくなっちゃったみたいだね。ひどいわな。あとは。いや、これも一緒。あ、マリコ先生かな、確か。バスティングの成績が、クラスでトップ成績ね、他の科目がね。まあ、そうや、世界救ってるしな。それはトップじゃないと。え、ちょ、トップクラスって言った？あ、トップ、あ、やっぱり。もうちょい勉強すればいいのに。でかこの話面白そうね。あ、はいはい。言ってんよ。あ、これは一緒か。あ、決まってないんだ。出川が言ってたインターネットの話ね、私は遠慮しとくわ、方法。いつも昼下がりは、優雅にアフタヌーンバスって決まってるの。バスって言っても乗り物じゃないよ。お風呂に入ること、あ、してますよ。お、さっきの朝の続きをするぜ。この前ですね、インターネットにオフィシャルスクエア、ほう。あそこに今、市民ネットバトラー募集をしているらしいな。ほう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 。市民ネットバトラー。よくわかんないけど、まあ、ブルースがオフィシャルやから、まあ、なんかちょっと下バージョンみたいな感じなのかな。ベイタイトも誘ったらみんなで行ってみようぜ。というか、そういうのって、誰でもできるんか。聞いたね、とくん。オフィシャルスクエアっていうのは、僕たちネットナビが集う。あ、まあ、他のナビと話したり、僕行ってみたいな。だって、だから、こういうのってね、許可、あれ？ああ、なんか、この子ちょっと怖いな。つぶれたの？つぶれた、ま、そうやったっけ？嘘、あれガチャどうしてたっけ？はい。だって、で、そう、正直さ、小学生とかって、誰？電算ガス。こちらのガスコーズにご相談来たのですが、はい、そうですよ。そうですよ。出てください。不審者ですよ。まあ、行くか。あ、ただいまーと。ゆうとかい。ただいま。今日はママとネットに何か用事があったんだけどな。なんだったっけ？お。あー、無理やった。あー、おやつ。納得のケーキが焼ける前に毎日。そうなん。パティシーじゃん。まあ、いっか。はい。おう！おめ、なに？お金？ああ、そうか、通じようか。そうか。違う、思い出しちゃったか。どれどれ？いや、ウィズバスティング、世界救ったんだからさ、ちょっと免除していただければ。やばじゃないでしょ。ここ謝った方が。だな。もうごめん。ね？とりあえず約束してるのは銀だりとで遊んでも。言い訳ないでしょ、先に行きたい。っていうか、あ、ネットはするん？おっと、パソコンの電脳世界、宿題プログラム。便利施設に、買いました。書いたね。変な人おったけど。本日の宿題プログラムを開始いたしますと。ウィスパッシングの、じゃあ、カットですな。はい、ということで、頑張りました。はい。はい、今日はここまで。明日もちゃんと宿題プログラムを起動してね、と。で、やっと終わった。誰から？ごめん。早っ、宿題。よし。どこや？どこや？おー、着いた。ついた。恐れがつ、ごめんなさい。ちょっと、宿題してました。まあ、ぶっちゃけね、約束してたんやったら、そっち優先すべきなのかなとは思ってるんやけど、
それか連絡してよな。スクライズが遅くなりますって。よし。ごめんなさい。うん。そうだよね、そうだよね。そうだよね。うん。我々前に捕まっちまってさ。ガッツマンは、あ、つか、ガッツマンって親いたっけ。ごめん、ロールちゃん。おー、お前のせいやぞ。そうだぞ。お前らごちゃごちゃで後しない。ガッツマン、シミネットバトナーの募集。私たちも行こう。よし、メリちゃん。どこ、どこ、どこ、どこ。あ、ここか。あ、サプライズ試験を受けることにしたでやす。募集第一段階として、ただいまサプライズの試験をやっています。はい、受けますよ。サプライセンス？もっと言うと、サプライセンスの本試験を受けることができます。はいはい。本試験に受かる、だから、仮名みたいなもんか。一般涙はいけないインターネットのいろんなエリアに来たり、他にもいろいろいいことがあります。はい。あ、間違えた。なにこれ？レギュラーチップシステム。やろ。そまりごめん。彼は？お休みだと子供さんの涙をよく見る。はい。あ、そういうことか。受けまーす。サムライスの試験を始めます。今回あなたがウイルスに負けずにインターネットを歩けるかどうかの試験です。はい。インターネットとかに勇気のデータと希望のデータ、この二つを見つけたらここに戻ってきてください。あ、ガッツマンがいない。どこだー。おーとととととととやったやった、ほぼノーミスいた気がする。あ、普通にやった。おー、やったやばい、希望のデータということは戻るか。よし。戻ろう。めんどくさい。はい、来たよ。二つを持ってきました。ありがとうございます。簡単だった。サブライセンスをあげましょう。で、ライセンス試験の案内がオフィシャルセンターから来ますと。はい。で、限定プレゼントで、レギュラーチップシステム。てか、レギュラーチップシステムって何？今更やけど。とても便利です。詳しいことは私の横にいる彼女、あ、女の人なん、この人。左の人。あ、ちょ、待って、まず。はい、レギュラーチップの説明をする。はい。まあ、いや、カットしよう。このボタンかな？あ、大変かった。どこに書いてるって言ったっけ？あ、しまった。あ、今の僕の画面ね、録画、今何分録画してますよっていう文字が出るんだけど、そこに隠れてる。やばい。でもまあざっくり言うとこんな感じで、これをやったら絶対人とか出てくると。で、俺正直こっちが欲しいな。まあまあいいです。まあいっか。はい、よし。おな、おおめでとう、おめでとう。デカさんもやりました。おお、やった。よし、じゃあ、ああ、いいだ、やった。掲示板って書き込みするのは自分から欲しい情報を。まあまあ、確かに。てか、懐かしいな、こういう掲示板的なやつ。ようこそ掲示板部屋。4枚の掲示板があります。はい。ここまでチェックしておくと、お得な情報がゲットできるかもしれません。まあ、これ後で読んでおこう。よいしょ。ああ、やった。掲示板オープンした。で、イメールで、ね。ああ、やった。第1作目でもらった気がするけど、まあいいや。で、プラグアウトと。おっとっとっと、どうした？音電話、はい。あ、グライド、どうも。ライト様が、どうしたやったっけ？お風呂に入ったままで、じゃあ、警察、あ、じゃあ病院じゃないの。119じゃないの。やったらすぐお風呂にのぼせるのです。お風呂のガス弱化式の調子もおかしいようで。グライドがなんとかすればいいんじゃないの。バグですか、それとも。ねえ、ガス弱化式の警報音が鳴っています。私は戻ってガス弱化式のプログラムを調べてみます。はい。やったさま、助けに来てください。もう、あ、目のところに来たんや。
もう大人とかにさ、演算は、こういうのってオフィシャルの仕事ちゃうん。ねえ。オフィシャル？ねえ、お母さん。いいんや。あの宿題でやった手でいいんや。あー、と。とにかく言ってる暇はねえ。お前ら、今から俺が家の中に突入する危険やって。大丈夫？みんな行った方がいいんじゃない？ダメだ。中の様子が分かれるんだ。みんなで行動するのは帰ってきてえんだ。めっちゃ頭いい。あー、すごい。あー、絵に描いたようなフラグを。ガチャ。ね。まあ、そうだよね。行こう、二人が危ない。あー、何も言ってないのに。おう。あのガチャって、俺、なんで鍵かけたんやと思ってかけられたんや。待って、ネト君、この匂い。え、あ、ガチのガス。やばい、窓とか割れないもんかね。ちょっと待って。え、なに。ペットにガスチェック。わ、すげえ。え、ガスこんな、はいはい。え、ロール使って、ああロックマンの助けに仕上げて。あ、やった。あ、これ序盤はちょっと助かる。ちょっと失礼。あ、なんか可愛らしい。よいしょ。ガスってこういう感じじゃない気がすんねんけどな。まあ、いいか。これ誰？先祖。小さながら嬉しい男性の銅像。ダメか。おお、すげえ。ちょっとダメでしょ。ガスが立ち込めている。お、くそ、早く助けないと。あ、おお、どういう倒れ方？もう、突っ込んでるやん、ガス。さっきクライズさんがガス湯沸かし器おかしいって言ったね。はい。これか。おお、スイッチ押しても効かない。さあ、じゃあやりましょうか。6枚目でドラシミッション、えい。おお、でもプログラムおかしいってことはきっとないからぜ。よし、どうしました？でもなんだか死んないけど。おう、それが、それを何とかするのがあなたの仕事ではないのかい。まあいいや、行きましょうか。おっと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 。早く向こうに行かなきゃ。ずっと行ったら換気扇プログラムあるからそれを直します。おう、頑張ってるな、この子は。行きます。だー、もうダメです。あれ、あ、やべ。でも大丈夫なのです。いいんや。おーっと、ちょっと待って、その前に、ガスが出たで、ガス、あ、やべ、その前に跳ね、どうしよう、ごめんなさい皆さん。あ、換気扇プログラム。マジか。おーっとっと。オッケー。よし、手顔くんを。あ、そっか。換気扇。おー、いた。おー、なくなった。そこだけ？やった。足元の換気扇を送り出したんだ。よし、もっち。でかん、大丈夫？普通、大丈夫じゃないと思うけど、大丈夫？ギホ。大丈夫か？でかん様！
ごめんな、ガツマ、ガス、ひねる前に喋ったらよかったな。多分、絶対なんかあったような、セリフ。あー、苦しかった。でももう、大丈夫だ。すまね、ネット。謝らなくていいよ。ただで世話になるわけにいかねえ。はい。どうした、どうした。銀貨の、あ、そういうことね。はいはい。一緒に助けてほしいんやけどな。よし、監視になって決まらないよ。で、あ、そうだ。換気扇プログラム、他にもあります。はい。そして、ヤイト様を。あー、グライド来てくれたんですね。この先の電脳ガスの吹き出しが激しすぎて、私は近づけないんです。換気扇のプログラム。あ、これどこの換気扇？ちょっと待って。え、聞いてないの？関係、え、マジで？なんか青軍もね、あれば。あー、覚えてる。話してないんじゃない？あ、ごめん。よし。てか、どこ？あ、聞いてる。これ、あれ、真珠の首画像にするじゃん。あ、なんだ。耳飾りやった。あ、やった。普通にあ、これ、いける？ぐったりしている。よし、行こう。てかさ、なんとかなるもんな。センスで。いけー！よー、ダサい！だいたいさ、そうすると怖いねんけどな。お。頑張れ。あと、青く系やったら他にもあったやろ。いた。あー、やいと。おっきい。なんであれ？あー、ちょっと待って。どうした？おお、あ、こっちのガスがなくなった。あ、あるんだ。あ、おう、誰のこんなことすんのは。ロックマン、え、ボスちゃうよね。あ、ちょ、まずセーブして、申し訳ないです。バスターアップし、マックスにしてるんで。よし。あ、つか、あれじゃん。よう見たら、これ、エアーマンじゃん。曲だけはしてます。あー、さっきのやつや。思ったよりしゃくれてるんですね。今、見たんですけど。ガス会社の。なんでガス会社にこんなことすんだよ。まあ、だって、ね、会社なんか関係ないさ、もっと大きな目的があるのさ。なんだろう、お金持ちの子は誰もよかったのさ。そして僕は次に金を出せばお前の子供はガスで死ぬぜ。ああ、そういうことね。1億ゼリも2億ゼリでも踏んだくれ言ってものさね。なんてやつだ。お金のために子供狙うなんて。まあ、子供以外に狙ったらあかんねんけど、何でも言うがいいさ。お前もこのままガスを吸んで死んでいく、ま、死んでしまうのさ。行け、ロックマン行くぜ。バトルオペレーションセットイン。ほら、しか、ほら、くじくせやったっけ。ということで、頑張りましょう。せっかくなんでね、なんか、プログラムアドバンス1個、一応できるんで。あーこ、あー、あはい、なになに、あ、オッケーオッケーオッケー。リカバリーはいらんから、もう、多分 C がもう一個、そう、そう、キャノン C が一個だけ手に入ったんで、それをなんとかし、こう、やりたいんですけど、
あー B しかない。これでお茶を濁そう。よし、あーっとくそよ、いしょ、近づいてくれへんかな。オッケー、死がない、もう出しちゃう。来ないなぁ、来ないなぁ、もう一回、これであかんかったら負けあげれます。はい、来なかった。ああ最後はかっこよく決めたかったけどな、アビスタしな。オッケー、はい、最後に止まれへんしな。よし、はいはい、もうよし止めよう。なんでこんな子供なんかに、こっちはワードスリー潰した人間です。俺たちの組織は最強なのさ。あ、逃げた。ていうかさ、プラグ、ロ、え？イエローマンがいるってことはさ、近くでプラグインしてるんでしょ？おるやろ、絶対、室内に。こっちオッケー。了解。あれ？ああ。ていうかさ、どうやって助けたん？やい、ロックが、つか、ネットが助けたんでしょ？いいんだ。まあ、まあ、いっか、まあ、子供のゲームやし。多分そういうの関係ないの。ガスを設計を失っていたの。うん、助けましたよ。ヒカリ君が。どうもどうも。あ、やっぱり言われるんや。ティーニョ裸を。あ、見てないんだ。そんなわけないでしょ、ちょっと。責任取りなさい。すごいな、子供のゲームでこういうのが出るわ。ネタ嘘ついてないよ。あ、そういうことね、そういうことね、うん。玄関のロックを外したの俺。ありがとう。なんだ、光くん、私の肌が。いやーい。うん。惜しくはない。あれが口に入られないやつ。あ、笑って終わった。つうか、両親は今更やけど。その頃。あ、あ、うわ、携帯が懐かしい。嵐、あ、嵐って言うんや。嵐。残念なけ、ちょっとだけ見えてるけど。ちょっとだけ見えてるけど。ちょっと見しちまってた。まあ、次のチャンスでは取り返すで。あ、君は分かっていない。我々ゴスペルの厳しさを。何何？我々世界中でネットマニアと呼ばれ、恐れられている。この日本でもすぐそうなるのだ。はい。もう君にチャンスはない。だからこっちもお断りさ。ん？はい。え？あー！ 2、1。あれか。あ、結構むごいことすんな。ゴスペル甘く見てもらう、困るんだよ。あ、切れた。終わった。じゃあ、まあ、一回家戻って、家戻って、まあ一応今回はここにしたいなと思います。おっとっと、メール。あ、ああ、そうや、見ても、あ、そうや、爆発する騒ぎがありました。爆弾小型、あ、小型で火がそ、さほど大きくなく。怪我人との確認、え、絶対一人はしてるやろ。死亡やろ、多分。あ、無理やろ。え、いけよ、あれ爆発はしたけど、まあそこまでっていう感じ？ねえ、お母さん。あ、そうなんですよ。あの、友達がガスを、巻き、あ、その、テロに巻き込まれまして。うん、それで終わるんやという、ちょっと驚きなんですけど、母さん。
じゃあ、今回はここまでにしたいなと思います。まあ、ね、50分か。さあ、まあ、何を言おうかなって思ってるんですけど、まあ、ちょっとね、2なのは、まあ、キプレイなので、まあ、ちょっとサクサクことは進めると思います。で、まあ、レギュラー、なんだっけ、まあ、レギュラーチップか。レギュラーチップもあるってことはね、まあ、サクサクを進めるかなと思ってます。はい。ということで、前作のような失態はあんまりないと思いますんで、これからも赤いマドショーよろしくお願いいたします。はい。ということで、今回はここまで。それではまたお会いしましょう。それでは、さよなら。